皆さん、こんばんは。マスアンダマナスです。踊る準備はできてますか？はい、じゃあ皆さん一緒にアキレス腱を伸ばして、ほら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 、アキレス腱を、そうよ、マミリン、上手上手。じゃあ今日は、マスター33年間お疲れ様でした。ちょうどね、6月15日で33年ということで、しかも6月末で閉店ということで、私たちママス&ママスをですね、ここまで育てていただいて、体だけはすくすくと育ちました。33年って言ったらね、まだ私生まれてないので、ここの前は太陽デパートかなんかだったのかな、よく私知らないんだけど、確かね、ですよね。ちょうど明日が父の日ということで、マスターのためにもですね、育ての父親ですからね、今日はママス頑張りたいと思います。ということで、よろしくお願いいたします。じゃあ今日はまず新曲から、私の高校生たちの流行った曲よ。
次の曲はですね、スローハンドに出るようになって最初の頃からですね歌ってた。
ったよ。まだまだありますよ、はい、まだまだみんな踊る記録はあるか。よし、じゃあ次のゆうこくんもガンガン踊ってもらいましょう。と一緒にイベントが終わってじゃスローハンドに行こうということになって、その時ショックを受けました。なぜかというとマスターがですね、自分でカラオケでも演奏のカラオケを作って、そして、まあ、あの皆さんご存知と歌ってギターを弾いて、あれショックでした。本当に本当素晴らしい、あこんな人が熊本にいるんだと思ってからですね、当時ですからもうマスターにはお世話になりっぱなしで、そしてもう確実に熊本の音楽レベルをグロンと上げてくれました一人の方です。これからも元気で、第3の人生を頑張ってください。ありがとうございます。それではアフリコさん、イノフィローナー、イエーイ。
今日